オンジャス、どうもサボでございます。本日はですね、BGM 総選挙開催です。朝っぱらから声出すな。僕の朝は16時なんでね、先ほど起きまして、どうもおはようございます。本日は BGM 総選挙の、投票方法について話していきます。まずはどんな企画なのか、単純明快な企画です。今回はリスナーさんからポケットモンスターシリーズの、様々な戦闘 BGM を、集めまして、その中で最も人気な作品を、紹介しつつみんなで鑑賞していこうと、なんとも年末らしい企画になります。年末じゃないか、まだ、もうちょい年末か。なんでこの総選挙シリーズは年末にね、出していこうかなと。理由は編集が多分簡単だからですね。忙しいのでね、年末ってね。そういうわけでございます。なので今回皆様に協力してもらいまして、今回は人気戦闘 BGM 決定戦というわけでございます。投票方法は概要欄にある、もしくはコメント欄にある URL から Google フォームに飛んでもらってアンケートをするということでございます。で、このサイトね、外部サイトなんですけれども、YouTube も運営しております Google の正式にリリースしている安全なものなので、大丈夫ですね。ただ子供のあの安心フィルターは多分弾かれると思うんでね、親ボーンって、親をボーン言ってね、ベイマックスぐらいに体震わせ、でかくしてボーン行けば多分安心フィルターは解けると思うんでね、ぜひアンケートしてください。はい、URL 飛びますとね、こちらの画面に飛びます。 BGM 総選挙人気戦闘 BGM 決定戦、はい、動画を見てから、回答してね、これはもう意思決定強制です。はい、僕が命じます。ここにはいを押せと、いうわけです。で、初めてプレイしたポケモン本編シリーズは、これおまけですね。正代って書きます。これはもうおのおのでやってください。なんかこれ抜けてたらミスったんだなと思ってください。再編集するつもりは一切ございません。で、名曲が多いと思うシリーズはということで、これ誘導になってしまうので、バトレボとかにしておきますね。で、ポケモンシリーズで最も好きな BGM はということで、これが一番重要なんですけれども、公式名称のみで記述してねっていうことで、これ後で理由を話すんですけど、これ自由回答にしないとね、膨大な数の、戦闘曲がありますので、例えば N の曲が好きだと、 N の戦闘曲、 N の戦闘曲をね、こう調べます。戦闘と、おい、N の戦闘曲を調べますとね、決戦 N と戦闘 N があるのか。決戦 N が好きだなっていうところで、決戦 N って出てくるんで、決戦 N と、決戦ビックリマーク N、 はい、こんな感じで、回答します。で、これ以外のものは入れないでください。ですとか、こうペテルギウスロマネコンティですとかいらないんで、決戦 N ってだけでやってくれないと、統計に反映されないようになってます。はい。で、今回、ガラルの山頂とか、名前が分かんないなとか、そういう時もあると思うんで、書いてある通り、戦闘、ガラル山頂とか、あとは、なんだっけ、戦闘ピオニーか。戦闘ピオニーとか、書いてくれればいいかな。正式名称があるやつは、できる限り正式名称のみで、回答してください。わからない場合は、僕が分かれば大丈夫ですね。ただ明らかに分かるやつはちゃんと書いてくれないと反映しないですね。で、一つ上の回答でした。 BGM が好きな理由、エッチだからとか、なんか書いといてくれ。戦闘グラジオにしよっか。で、最も好きなトレーナーは、グラジオですね。グラジオって書いておいてください。僕はヒューなんですけどね。はい。ヒュー。で、グラジオくんとか、グラジオさんとか、煉獄さんとか、それはいらない。さんとかはいらないんで、ヒューとかって書いてください。で、これ、サオさんが大好きですから、これ、はいですね。で、公式スタンプ買いますか？はい、はいですね。はい、これは、はい、こんな感じで。
送信すると、人気戦闘曲 BGM 決定戦回答を記録しましたということでね。で、別の回答送信って書いてあるんですけど、これは、送信しないでください。するとですね、僕側にこういうふうに回答が3件集まりましたよとか、これ僕全部僕なんですけど、こういうふうに統計で現れますね。で、最も名曲が多い、割れてる割れてるみたいな感じで、で、同じ名前で回答してくれるとこういうふうに戦闘グラジオで3ってなるんでね。で、これがね、戦闘グラジオくんとかになるとね、戦闘グラジオ3、戦闘グラジオくんが1ってなって、こればらけてしまうのでね、そこをね、なくすためにも、できる限り、まあ、正式名称らしきもので書いていただけると助かります。はい。で、1個上で回答した BGM が好きな理由、かっこいい、かっこいい、エッチだからと。あ、で、過去の俺もヒューって回答してますね。で、ヒューが 100% になっていると。で、サオさん大好きでした 100%、 公式スタンプ買いますか 100%、 あれ、これ絶対 100% になります。はい、こんな感じですね。まあ、わかんないことあってもなんか質問を多分答えられないと思うので、まあまあまあ、この回答ぐらいはできるんじゃないかな。うん、できると思う。大変なことになりそうだけどな、この自由回答にしたことによって。まあ、そこはよもやよもやだということでね。はい。まあ、ご愛嬌です。すいません。忘れてました。戦闘 BGM ですよ。皆さん、戦闘 BGM 以外はね、投票しても無効になるので、戦いの BGM ですね。あのね、南蛮道路とかは、入れる必要はないというか、無駄になってしまうので、戦闘 BGM に清き一票をよろしくお願いします。回答期間なんですけど、概要欄が、URL 消えるまで、だと思ってくれればいいです。基本的にまあ、どうだろう、まあ1週間、来週の月曜までって考えてくれればいいかな。うん。なんで来週の月曜日までに、回答しておいてください。3分もかからないと思います。それでは皆さんが、好きな戦闘 BGM は一体何になるのか、これ結構ね、 YouTuber でもやってない企画だと思うので、ぜひ振るってご応募ください。それではご視聴ありがとうございました。今回、これをの結果を見たいということで、チャンネル登録をするとですね、リーフィアにどんな石を使ってもリーフィアに進化するようになります。 EV がこれ得点じゃねえな。はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。